今日はですね、金曜日、何日の金曜日？22日の金曜日です。違う、22日か。何を言ってんだか。22日の金曜日、29日、1週間後ですね、に、オープンマイクライブというのに参加したいと思っています。そこで、いろんなことが、まあ、あった果てに、このカポタストですね、これを使って、弾いたらいいよというアドバイスを受け、これですね、風を集めて細野晴臣さん、これを今練習中です。指使いなどはこれでだいぶ楽になるんですけれども、新たにコードを覚えなきゃいけないわけですね。あ、こうなのかっていうのはね、これが、ぶつけではやばいので練習を重ねています。街の外れの背伸びした路地を散歩してたら、ぼや越しに起き抜けの路面電車が、海を渡るのが見えたんです。それで僕も風を集めて、集めて青空をかけたいんです、青空を。とても素敵な朝明け時を受けてたら、がらんとした防波堤越しに広の方掲げた都市が停泊してるのが見えたんです。それで僕も風を集めて、青空をかけたいんです、青空を。それで僕も風を集めて、風を集めて、風を集めて、青空をかけたいんです、たいんです、青空を。
止まっちゃいますね、止まっちゃったらやばいので、これは完全に弾けるようにしときます。1週間か。はい、1週間大丈夫だよね。さあ、それ以外には、乱れ髪、これはただただ練習のみです。髪を切りすぎたね、まるで男の子だよ、外は乱れ髪のような雨、ごらん君の髪が降る、ごらん君の髪が降る。そんなに睨むんだい、髪を切りすぎたね、まるで男の子だよ、外は乱れ髪のような雨、ごらん君の髪が降る、僕の膝で。この辺は得意としているところです。本当に、ライブを想定して、歌をちょっと仕上げていこうと思っています。